はいそれでは始めます皆さんこんにちははい、えー、2021年、えー、宅検試試験のガイダンスをですね少しさせていただきます、えー、担当レック専任講師林でございますどうぞよろしくお願いしますはい、えー、こんな感じの、えー、今年の基準点は何点とかですね、えー、宅検試試験が変わるとかいうタイトルのまあこういったあの B4 の 二つ折りのえっとレジュメがもしお手元にありましたら、ちょっとこちらをご用意いただければと思います。でもしお手元になければ、画面を見ていただければ結構です。こんな感じですね。今年の基準点は何点？まあ要は合格点がね、合格基準点が何点なんだろうかとかね、宅ケン試,試験のまあ傾向が今年は変わるんだろうかとか、まあそういったタイトルなんですね。それからお手元にもしこのカラーパンフレットがあれば。 こちらも、えー、とぜひあのお手元にご用意くださいでですねもしお手元にない方はですね、まあ、あのレックの本校レックの各支店に行けばあのいっぱいありますんで、えー、もらえますしそれから、まあ、郵送でね、えーまあ、コールセンターの方にお電話いただければ郵送でお送りするとかいうこともできると思いますんでちょっとこれなかなかあのいい音が書いてありますんでこんな感じでね。<laughs> 立憲士試験で、まあ、リスクに備えるとかねいう感じのタイトルがありましてで結構ですねあのまあ立憲士試験の勉強するのに有効なね例えば、まあ、お手元にありますかある方は30ごめんなさい5ページですねあの5ページをご覧いただきますと、まあ、各科目ごとにねあの攻略する時の、まあ、重要なポイントが書いてあったりとかねいろいろしますんで、まあ、もしえお手元にない方はぜひ 手に入れておけばいいんじゃないかと思います。はい。で、この2つを使ってちょっとお話をしますね。まずこちらの方なんですけども、えー、まあ、今年の基準点が何点かはもちろんわからないんですけども、えっ、ー、とここで言いたいことはですね、点数はあまり関係がないんですね。あの世間一般ではいろんなことを言う人がいるんですよ。でね、えー、まあなぜかと言いますと去年の 10月試験ですね2020年の、えー、10月試験なんだけど去年は10月試験と12月試験が2つありましてねでまあ要はあのコロナの影響で、えー、コロナ騒ぎの影響でその試験会場があの確保できなくなっちゃったんですね。なので まああの10月の試験予定の方を一部12月に移ってもらってで要はあのもちろん問題は違うんだけども2回試験が去年あったんですねで10月の試験が合格点が38点だったんですよでこれ結構高いんですよねそれまでは37点ぐらいが最高だったのにね38点で随分高いなっていうそんな感じの。 あの印象がありましたね、まあ、僕らも結構思ったんだけどもで12月試験になったら、まあ、例年通り36点だ、ね、いたいねそれが38点っていうのが結構インパクトがあったからこれはねもう40点目指して、えー、勉強しないと受かんないんじゃないかとかねいうそんなあのことを、まあ、言ってる人が結構いて。 で、まあ、物事の本質はそういう感じではないと思うんですよ。あの、もちろんね、合格点が。え、三十八点とか三十九点の試験だったら、まあ、もちろん四十点を目指して。それは勉強すべきですよね。でもね、あの、そういう感じじゃないんですよ。あの、合格率なんですよ。で、合格率が。だいたい十五パー。ぐらいなんですよ。毎年毎年ね。で。宅建士試験っていうのは。 えー、相対評価というあの言葉を使うんだけども、要はね、何点以上取らなきゃいけないっていう点数で決まっている試験じゃないんですよ。たまたま上位十五パーセントの人の最低の点数が何点かなんですよ。ね、十五パーセントぐらいの人が受かるんですね、毎年ですね。で、だからまあ二十万人ちょっとの人が受験して、で三万人ぐらい 受かるわけですねでその3万人があの、まあ、2万5,000人だったりとか3万2,000人だったりとかすることはどうしてもあるんですよ。だって受験者がすすごい多いい多からねなので1点でで点何万人もいるんですよだから、えー、その辺のちょうど移動でき切れないんだけども大体いい35点か36点ぐらいなのね。なので、えー、と問題が優しければ合格点は上がりますし。 問題が難しければ下がるわけだからあまり点数を気にしても、まあ、しょうがないっていうことをまず知っておいてください。はい、で「託研士試験が変わるのか」っていうこともね心配されている方もいらっしゃるかもしれないんだけどもまあ今年もですね、えー、と今の時点ではまだ確定はしてないんだと思うんだけども、えー、と同じように10月試験と12月試験 のように、えー、と試験が2回に分かれる、えー、可能性がかなり高いと思いますなので、えー、まあそんな形で、えー、ちょっとあの今までとはちょっとこの世の中が変わってきてますんで、えー、試験のその出題のじゃないや試験解除とかね試験解除とか試験の実施日とか、まあ、少し変わる可能性はもちろんあるんだけども、えー、と試験の問題の内容の傾向は大きく変わることは今のところないと思います。なので まあ普通に勉強していただだければ、OK、だと思いますでですねこのレジュメの、えー、と最後のページで「目指せ短期合格」ということで何かありますよね。あのまあそりゃ短期合格はあの誰でもね資格試験を狙っている方は誰だって短期合格をもちろんあの目指してますよね。でねえーと 皆さんの一般的なその感覚の中には、えー、短期間短期間で受かりたいという話と短時間。 で受かりたいという話と。結構ごっちゃになってませんか。という気がするんですね。えっ、ー、と短期間で受かりましょうと、短時間で受かりましょうっていうのは話が違います。で短期間っていうのは、例えば六ヶ月間で受かる人が多い試験なのに。それを三ヶ月で受かりたいとかね。宅建で言えば、えっ、ー、とまあ四月五月ぐらいから。まあ三三四五かな。 3月4月5月ぐらいから始める人がなんか割と多い気はするんですよ。そうすると、まあ、半年かけて受かりたいっていう人が割と多い気はするんですね。しかしそれを8月から始めるということはまあえっとで受かりたいっていうことうねで、えー、とこれはですねその人ごとに必要な勉強時間は違うのは分かりますよね。 ね、あの中には試験がすごく得意中の得意で,であんまり勉強しなくても受かるという恵まれた人もいると思うんだけどもでもまあ一般的な人はねそんなになんか天才的な、えー、頭脳があるわけじゃないからまあそんなにねそれもね多少やっぱ差があって年間の勉強時間が、あのー、300時間とか。 あるいは500時間とか、まあ、必要な勉強時間ってのはその人ごと言にあると思うんですよ。でね、えっと、また1ページ目のこの,あの頭の方をちょっと見てほしいんですけども大体、えっといいまあ、仮に300時間必要だとするじゃないですか。卓、ねえっと、建に受かるための勉強時間300時間必要としますね。そうすると例えば 5月20日から勉強を始めるんだったらあと150日なんですよ。ね、で300時間必要なのであれば、ね、300時間必要なのであれば、えーとまあ、例えば、うん、と本試験まで、えーまあ、ここが5月ねここが5月で試験が10月だとしますと150日で日で 300時間にするためには1日の勉強時間は2時間だよね。2時間かけ ×150 になりますね。そうすると300時間になりますね。これで300時間になります。ね。そうでしょで、えー、とそれを例えば、えー、この真ん中あたりで。 何月になるだろう、ね、この辺から始めるとしますよねそしてこれを300時間にするためにはえっ、ー、とこれ2002時間の4倍4時間ですねなりますよね。そ,そうなるんじゃないですか。ね、で、えー、と1日1時間で受かりたいと思うんだったらこれは。 300日だよね300日勉強時間があるんだったら1日1時間の勉強で300時間だよねだからねその短期間で受かりたいですね短期間で受かりたいということはまあ、十分に可能ではあるんだけどもその代わり1日あたりの勉強時間はきついですよって話なんですよね。それが短期間で受かりたいという場合の話なのねで、まあ 早く始めた方が有利なんですよ。早く始めた方が1日の勉強時間少なくて済みますからで、あんまり遅くなって始めます。と、あの1日の勉強時間がすごく時間がかかるんですよね。そうすると1日4時間の勉強を毎日やるって結構きついですよね。で、それをうんとだから、うんとどのくらいですかね。だいぶ長くあの3ヶ月ぐらいやんなきゃいけないよね。で、それ結構きついじゃないですか。だから。 まあ、早く始めた方が有利であるってことね。で、今度は。じゃ、あこの時間の話、この300時間とかいう時間を短くすることができるのかですね。それは。短時間の話ですね。という話なんだけども、これをね。まあ当たり前というか決まってるんですよ。あの人それぞれ時間はもちろん違うんですよね。だけどね。例えば。えー まあ、例えばです、ね、うんと500時間500時間かかれ勉強すれば受かるという人が、まあ、いるとしますね。で500時間例えば独学でね予備校に通わないで独学で、えー、と500時間勉強すれば受かるという人が、まあ、いるとしますね。 でその人はどのくらいだろうえという人ですね、えー、まあまあ優秀なんじゃないでしょうかあのそれなりにやっぱ優秀だと思いますね。500時間完全独学でね、えー、受かるんだったら割と僕は優秀な人だと思います。でその人が例えば 予備校を使って予備校で100時間勉強するとしますねそうしたら自分の勉強時間は300時間で多分受かると思います同じ人ですよ同じ人ですね一、えー、人の人が500時間で独学で受かるという人だったら予備校で100時間勉強す 要は予備校の有料講座を申し込んでね、予備校通って、あるいは通信で予備校の講座を受講して。で、百時間分の、まあ、講座があるとするじゃないですか。それを受講したら、多分、えー、っと、多分ね、少なくとも。この百時間。は節約できると思います。うまくすれば、二百時間ぐらい節約できます。容量がいい人だったらね。 ということは、えー、これが短時間の勉強をするあの秘訣ですよ。あの独学で勉強することが、独学で受かることがそんなに偉いことだと、は僕は思わなくて、ねあの自慢げに僕は独学で受かりましたってよく言う人いるんだけども、そんなに偉くはないと思うんだよね。あの受かったか落ちたかが問題で、で受かったのはそれは立派です。ねでも独学で受かったか あるいは自分が時間がなくてね時間が足りなくてで予備校に要は時間をお金で買ってるんだよねこの人は。でどっちが偉いかって言ったらどっちも偉いですよ。どっちも偉いです。ただ僕的にはこの人は時間をお金で買ってるわけだよねつまり人しい人は、えー、お金をお時間をお金で買うっていうことをできてる人だからまあ割と 容量がいい人だだとと思うんだよねと僕は思います。でまあ一般論としてそう思うんだけども別にどっちも素晴らしいと思いますよ受かったんだからね。ということは短時間で受かろうと思ったら、えー、お金で時間を買うことが一番簡単です。なので、まあ、予備校を使った方がいいというのはそこなんですよね。あのこの あの、パンフレットに、あの、あるんだけども。えっ、ー、と、パンフレットもし持ってらっしゃったら。えっ、ー、と、十ページとか見ていただけますか。<laughs> はい。まあ、十ページとか見ていただきますと。えー、まあ、こういう講座がありますね。ウルトラ合格フルコースってあります。これ全部で四十八回ってありますね。で、一回あたりが、だいたい二時間半なんですよね。 2時間半ぐらいで,すで,す、ね、でえー、っとまあ一番あのコンパクトで充実しているのがこれかなっていう気はするんだけどもで右側の方に移りますといつから講義が始まるかっていうね時間があります。なので、まあ、6月ぐらいからスタートされるんであれば、まあ、このウルトラ合格フルコースっていうのがおすすめなんですね。であのこちらよりもねこのライトコースっていうのもあの よりもこっちの方がいいいと思いますなぜかと言いますとこのライトコースって回数が少なくていいんだけどあの試験の直前期のこの講座がないんですよ。でこの講座結構いいんですよね。割と充実してます。なので、えー、とそんなびっくりするほどお金変わりませんからなんかこっちの方が僕はあのいい気がします。それから、えー、とまだゴールデンウィークの前ですね。えー、でこの辺から始められる。 のであればあるいは、えー、ちょっとゴールデンウィークを過ぎちゃったけども、えー、通信講座だからまあ,あの通信講座ちょっとあの過去の講座も全部受けられるからねなので通信講座で、えー、ガーッとあの過ぎた部分は過ぎちゃうあの受けちゃってでそこから通学に移行するとかねあるいはそのまま通信講座でずっと進むとかあのまあ 通信の受講と通学の受講はちょっと、えー、考え方が少し違うと思うので、まあ、一般論でね一般論で、えー、あのレックの場合は通学だけっていう講座はまずないんですよ。通通学クラスを申し込んででも通信が無料で受けられるのねだから、えー、金額はあまり変わり,変わりはないのであの通信も通学もそんなに金額は大きなあの差はないので。 まああのー、金額的に有利か不利かか不のははあまり差はないのねなので例えば通学クラスを申し込みたいと思っててでゴールデンウィークを過ぎちゃったんだけども過ぎた分は通信で受けるってことが別に別料金が発生するわけじゃなくて受けられるんですよ。でそれだったら、まあ、この辺り春からチャージとか、えー、週一合格フルコースとかね、まあ、こういったやつも結構回数が充実してますんででね まあなんかあのセールストークっぽいんだけどこのねこの時間が多くなればなるほど楽なんですよ勉強が。自分でで勉強すするよりも講講義を受講したのは絶対楽なんですよねまあそうは言っても自分で勉強する時間はゼロにはできませんけどねもちろんそうなんだけどでもこれが割と多い方が 自分の勉強時間は割と少なくて済みますんで勉 <laughs> あの合格するためにねの勉強は結構楽なんですね。なのでまあ,あの今言ったような講座を申し込まれるのがいいんじゃないかなという気がします。はい、で <laughs> えっとちょっとこのえー、っとレジュメの次のページをちょっと見てほしいんですけどもあのめくったページで、ね、にこんなのがあります。えー、これはですね まあデータを取ってあるんだけども去年の2020年は月月試験と12月試験験とがありましたこんなのはもう初めてのことで普通は1年に1回しか試験がありません。ね、で受験者の正解率といがありまして受験者の正解率がありまして,ましてでね、えー、このこの正解率は。 受験者の50%以上の人が正解できた問題の数なんですよそうしますと12月試験はこのこの問題ですねこれを合計すると44問あるね10月試験はこれを合計しますと45問あるんですよみんな同じですこれ合計すると41問これ合計すると44問ですね みんなこんな感じね50%以上の正解率の問題はこれだけあるわけですね。それに対して合格点を見てみてください。合格点よよりもよっぽど多いんんですねみんな毎毎年毎年ということは受験者の2人に1人ができる問題を全部取,っちゃ取れたら余裕で受かっちゃうんですよ。か 受験者の半分以上の人が正解できる問題ですね。つまり、正解率50%以上の問題を1問も落とさなければ、合格者になれるどころか、あの何問か落としても合格できるんですよね。だって余裕ですよね。これね。あの人間はロボットじゃないから、そりゃミスはありますよ。だから合格者があごめんなさい。えっと合格率が。 あ、あの正解率が50%以上の問題を1問も落とさないなんていう。それは難しいですよ。それは難しいです。だけども何問か落としたって十分受かりますね。なのででね。受験者の半分以上が正解できる問題がそんな難問であるわけがないですよ。全くその通りです。そんな難しい問題は、あの受験者の半分の人が正解できるわけないです。だから。 割と基本的なななベーシックな問題なんですよねでそういう問題を落としちゃうから何問も何問も落としすぎちゃうから合格点に達しないだけであって普通にそういった問題を取れればねこんなややこしい問題これ難しい問題ねこんなものは無視しても十分受かるんですよ。それがねなかなかねえー、勉強してる最中はわからないんですよね。あの 問題解くじゃないですか自分で問題解いたりとかしてあの過去問とかね解いてみて,て,みてでみんなね問題解いて解説見てで分からない問題は分かろうとするんですよ。自分はこの問題が分からないだからこれが分からないと自分は受からないんじゃないかと思って自分が分からない問題を分かろうとするんですよね。気持ちよく分かりますでも 自分がわからない問題って割とこういう問題なんですよ。でねこの問題はわかるみたいな感じであのなんか軽くスルーしちゃってるような問題がこっちなんですよね。でこれわかると思って軽くスルーしてるような問題を実際はできないんですよ。それは基礎があんまり固まってないからなんですよね。ででも問題読んで 解説見ればあなるほどねみたいな感じで、ま確かに理解できるんですよね。でもそれをちょっとひねられて出題してくると、それが解けないんですよ。だから簡単な問題をボロボロ落として失敗するんですよね。でそれが、えー、なかなかわからないんですよ。でそれはね、えー、予備校ではこの問題はいりません。 この問題を確実にに解けるようにしてもらいたいたとかねメリハリをちゃんとつけるんですね。で予備校はですねあのとても膨大なデータを持ってましてでこういうこういうパターンで出てくるとこういう引っ掛けをしてくるなとかですねそういったことを人海戦術ででデータを収集してるんですね過去に30年とか遡って問題を、まあ、ピックアップしてね。 で、データの集積をしてます。まあ、例えば。えー、っと、また最後の、この、ね、短期合格を目指せみたいなやつね。この問題なんだけども。まあ、これ、宅建の勉強してないと、ちょっとわかりにくいかもしれませんけども。ちょっと,ちょっと読んでみますね。宅建士試験に合格して、えー。登録の基準に該当しないもの、でも、えー。宅地建物の取引に関し、まあ、二年以上。 の実務経験がなければ登録できませんあのまあ、えー、宅検の勉強したことがない人はわからないと思うんだけどもあの試験に合格してもね、えー、宅検士の仕事をするためにはまあ登録したりとかしてまだ合格しただけでは足りない部分があるんですよでその時ね登録するためにまず2年以上の実務経験がなければまず登録できないという原則があるんだけどもでもね 国土交通大臣が2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは実務経験がなくても登録はできるんです。それはどんなことかというと国土交通大臣の登録を受けた講習を受ければいいんです。これはねえー、と2日間の講習を受けるだけです。 なので、まあ、レックでもやってますんで是非、まあ、来てほしいんだけどあの2年間の実務経験がなくても国土交通大臣の登録を受けた講師を受ければ、えーまあ、あとはな簡単な修了試験を受ければね、えー、登録できるわけね。で実際に出てきた問題を見てみますとこんな問題ですね、えー。試験に合格したもので、えー、2年以上の実務経験を有するものまたはまたはね 都道府県知事がその実務経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは登録を受けることができる。ここが違うんだよね。ね、国土交通大臣がと言ってますよね。こういう意にね。ということはここで引っ掛けてくるのはね、この 2年以上の実務経験というのねこの2年以上というのを例えば3年以上とかね5年以上とかいうふうに数字を変えたら誰でもわかるんですよ間違ってるってみんな2年以上ってみんな覚えていきますからだからそこで引っ掛けてくることはまずないんですねしかしあの指令とですね国土交通大臣を都道府県知事に変えられちゃうとあの みんな、ね、数字に目がいくから「あこのこういう話あったな」とか言って丸をつけちゃうんですよねでそういう話を予備校ででは一生懸命講師がすするんですよだから「ここに注意して」みたいな形で,、ね、でそれをね自分で,自分でえ問題を解きながら「あこういう引っ掛け方をしてくるんだ注意しなきゃ」とかねやってるから。 時間かかるんですよ。でも予備校で教わっちゃえば、その部分の時間がいらないんですよね。だから勉強時間は必ず減らせることになります,ですね。まあそんな感じなんですよね。イメージ的にはね。えー、なのでまあちょっとねお金かかって大変かもしれませんけども、あのもしまああの予備校に通われることをえっ、ー、と検討していらっしゃるんですから、まあぜひ予備校に通うか、あるいはあの。 通えないという方は、まあ通信講座がありますんで、えー、通信講座もとても充実してますんで、えー、まあぜひ、えー、予備校を利用することを検討していただきたいというふうに思うんですね。はい。で、まああのー、これいつも言うんですけども、えー、宅検資格ってそんなにめちゃくちゃ難しいわけじゃないんですよね。それは楽じゃないですよ。 決して楽ではないんだけども例えば司法試験とかね司法書士試験とかねそんななんかもう全国から全国から集まった優秀な人たちがもうねあのしのぎを削ってでほんの一部分だけのもう超優秀な人だけが受かるようなそんな試験じゃなくてあの普通の人が普通に努力すれば普通に受かる試験なんですよ。でその割には 見返りは結構大きいんですよねあの宅建士資格がないとその重要事項の説明とかねそのお客さんに対する不動産の重要事項の説明とかできませんからだからそういった人がどうしても企業には必要、まあ、不動産会社ですね不動産会社には絶対必要だから。で何人以上の、えー、資格者を,を配置しないといけないとか、まあ、厳密なルールが決まってますからだから。 えー、どうしたって必要な資格なんですよ。でそれなのにそんなにもうなんかね、えー、自分の人生を削ってまで、えー、勉強しないと受からないとかそういった試験ではないので割とパフォーマンスがいいんですよね。なのでまあ是非、えー、検討していただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、それではででですすね2021年宅建試験ガイダンスこれで終了しますではお疲れ様でした。